この子供と勝負させていただきたい。1週間後、私の最も得意とするミートスパゲティで。やるよ。そのおっさんにはちょっと頭にきてんだ。よし、この勝負、味王が見届ける。イタリア料理部主任丸井シェフの挑戦を受けた陽一は、ミートソースに一番よく合う野菜は何かを探し続けていた。ダメだ、どれもダメだ。どれも丸井シェフのくるみ入りミートソースには及ばない。他に野菜はないのか？もっと他に野菜はないのか？あっ、見つけたよ、ミートソースにバッチリの野菜を。やった、丸井シェフとの決戦。ナスの柔らかい歯ごたえと何とも言えない甘みがスパゲティにぴったりだわ。その上ソースベースに野菜がふんだんに使われて、ソースに一層コクが出ているわ。うん、それにしても不思議ね、ナスの風味がこんなにスパゲティに合うなんて。気づかないもんだね。でも確かにナスって油にもなじむし肉にもよく合うんだ。この味はあのくるみ入りスパゲティにも負けないわよ、陽一。これで工夫はついたわね。いや、まだだよ。え？確かに野菜の工夫はできた。でもまだ足りない。あいつを打ち負かすためには。あいつを打ち負かすにはもっともっと工夫が必要なんだ。このナスの風味を生かすための何かがいるんだ。丸井シェフ、どうです、自信のほどは。何が。何がって、スパゲティの勝負ですよ、味吉陽一との。君は私があんな子供に負けると思っとるのかね。 いえいえ、そうじゃありませんけど、ただ味王様をうならせたほどの少年ですからね、油断はならないと。タレメ君、私が何もせずただ勝負の時を待っていると思っとるのかね。私のミートソースは完成されている。だが私はさらに磨きをかけとるのだ。すると味吉陽一が丸井シェフの味に追いついたとしても。そうさ、私はさらにその先を行っておる。絶対に追いつけない。わかるかね、タレメ君。つまり勝負はやる前から決まっておる。私の勝ちにね。そうか、丸井がそのようなことを。しかし味王様も人が悪い。子供と丸井シェフを競わせるんですから。子供も大人も関係ない。能力のある者が競い合ってこそ発展はあるものだ。これは楽しみになってきたの。いつまでも悩んでたんじゃしょうがないから、2種類のソースを作ってみることにしたんだ。そんなの作ってどうすんのさ。いいの、しげるは口出さなくっても。こっちのミートソースにはナスを小さく切って量も少なめに入れる。こっちには大きめに切って多く入れる。その2つを比べればソースに最も合うナスの量がわかるってことね。その通り。まずはナスを少なめにしたものから。いただきます。ダメだ、ナスのほのかな風味が完全に消されている。ミートソースのひき肉の風味に負けないためには
ナスもある程度の量が必要ってわけね。ということはこっちのナスの多いミートソースで決まりだな。いただきます。あ、うめえ。おいしい。うん、ナスの風味がバッチリ効いてる。ほのかな甘みも生きてるわ。野菜の種類によっては量を入れると特有の臭みや苦みが出るものも多いけど、このナスにはそれがないわね。だから多いほど味が深くなる。だけど、え、なんだか全体に味が薄くない？さっきのソースの肉の強い風味もなんだか弱々しくなっている感じ。うん、そう言われると。あ、どうしたの？やっぱりソースが水っぽい。これではスパゲティのツルツルした麺にソースが絡まない。第一、そんな大量の水が混じってたら材料の風味は完全にボケてしまうわ。ナスだ。大量に入れたナス自身が持っている水気がソースを水っぽくしてしまったんだ。ナスが少ないと風味が消えて、多くすると風味は出るけど水っぽくてパスタに絡まないんだ。ならナスを山ほど入れて、その後水分をぶっ飛ばせばいいんだ。ナスから出る水分は飛ぶ。だけど出汁や肉の味も強くなって、ナスのほのかな風味なんて消え失せてしまう。以前まで言ってたのよね。うん。おーい、あ、アジオさんの秘書のタレメさんだ。え、いや、お母さんからこっちだって聞いたもんだからさ。なのよ。いや、自信のほどはどうかなと思って。それよりこっちの様子を探りに来たんじゃないの？それは反対だよ。アジオ様に頼まれて励ましに来たんだよ。励ましに？そう、丸井シェフはさらに磨きをかけているから、陽一君も頑張るようにってね。なんだって？丸井シェフはさらに磨きを？なんてことだ。こっちはまだ丸井シェフのソースにも追いつけないっていうのに。ミートソースにはナスがぴったりだ。だけどその風味を生かす方法が見つからない。何かないのか？ナスを生かす方法は何かないのか？ただいま。遅かったわね、陽一。ご飯よ。ご飯だなんて、こんな状態じゃ空気がしないよ。何言ってんの？食べなきゃ余計に体に毒よ。ミートソースにナス、ナスの風味を生かすにはか。ん？ロールキャベツのベーコン巻き。どうしたの？これだ！これだよ！母さん、ついに見つけたよ！ミスター！アジーコ！じゃあ行ってくら！しっかりね！任せといて！それにしても、ナスを使ったスパゲッティにあんな方法があったなんて。
アジオ料理界の主任シェフが公開料理勝負をするらしいぞ。その相手がさ、なんでも子供だってよ。さあ、いささか奇妙な勝負となったが、両者の希望によりこういう形で公開勝負となった。一人はアジオ料理界イタリア料理部門主任丸井義雄シェフ、そしてそれに対するは少年ながら日の出食堂を一人で支える少年料理人味吉陽一君だ。いきさつについては省こう。だが一言言っておきたいのは、料理界の主任も食堂のコックも同じ料理に奉仕する料理人であるということだ。その料理人同士の創意と工夫に何がしかの学ぶべきものを見て取っていただきたい。それでは勝負の具体的ルールを説明します。課題料理はミートソーススパゲッティ。制限時間1時間のうちにより美味しいスパゲッティを作った方を勝ちとします。判定員をご紹介します。アジオ料理界日本料理主任柴博之、同じくドイツ料理主任関間武雄、フランス料理主任下中元幸、中国料理主任米本康道、以上4人とアジオ様の計5名によって評決されます。それでは用意を。頑張れ陽一兄ちゃん。スタート。うわすごい速さ。それに見ろよ、丸井シェフの方すごい数の野菜だぜ。ブラボー。説明をせねばなるまい。ミートソースにおいてコクのあるうまみを持った最高のソースを作る秘訣は、さまざまな野菜を盛り込みベースを作ることにある。丸井シェフは玉ねぎ、しいたけ、シャンピニオン、セロリ、人参、ローリエ、パセリ、ズッキーニ、タイムと9種類もの野菜を使ってコクとうまみを出しているのだ。この1週間完成されたソースにさらに磨きをかけ、これら豊富な野菜の配合分量に工夫をし直して最高のものにしたんだ。それに控え小僧の方は人参、玉ねぎ、ニンニク、ネギ、ナスのたった5種類。そんなものでは風味とコクは出せない。かわいいもんだぜ。そして次はひき肉だ。肉汁と旨味を最高に引き出す豚肉と牛肉の配合量。果たしてこの小僧そんなことまで知ってるかな。肉はこんなもんかな。何？信じられん。見た目だが牛肉3、豚肉7の完全な割合だ。完全肉の配合を身につけたというのか。少しは研究してきたか。だが今までのところはただのミートソースならば、最後の仕上げではっきりと差を見せてくれよう。細かく砕いたくるみの実、この最後の隠し味で、ふんだんに野菜を使い煮込んで出した風味とコク、そして仕上げに使ったくるみの香ばしい歯触り、これが私のスパゲティ20年の結論だ。この完成された味に小僧どうやって立ち向かうつもりだ。あのおっさん、腕のすごさはあのくるみ入りスパゲティで十分に分かっている。普通にスパゲティを作っても絶対にかないっこない。それは俺だって分かってるさ。だからこそ俺は工夫で勝負する。今まで誰も食べたことのない、そして誰も見たことのないとびっきりうまいスパゲティを作ってやるんだ。おお、小僧何をしている。ナスを炒めてどうしようというのだ。残り時間15分。よし、次は麺だ。この火力なら最高の茹で加減アルデンテまで8分と15秒。よし、いくぞ。だー、何、なんと。
だが、スパゲティのパスタにはあの長さが必要なんだぞ。そんなに短くてはフォークに絡ませることができない。丸いのおっさん、これからが勝負だぜ。わからん、一体何を考えているんだ。ラスト5分、最後の仕上げにかかってください。今度はナスをまな板に並べて何をやっているのか。あと3分え、くそー、それまで。お待たせいたしました。これがアジオ料理界イタリア料理主任丸井義雄の特製くるみ入りミートソーススパゲティです。さすが丸井シェフのはいかにもうまそうだな。ここまで美味しそうな香りが漂ってくるぜ。それに引き換え、おい見ろよあの子供の方、何の変哲もないスパゲティだよ。あのナスの大切りや麺の二つ割りはただのハッタリかよ。散々気を持たせてできたものがその代物か。いやいや、あの陽一君のことだ。何かの工夫があるに違いない。それでは判定員による試食に移ります。ではまず丸い主任の方からいただいてみようか。はん、こりゃうまい。ふんだんの野菜を煮込んで作ったミートソースのコクと風味が素晴らしい。麺の茹で具合もコシ、歯触りとも申し分ない。そして隠し味のくるみ、この風味と歯触りがスパゲティと見事に調和しておる。どれをとっても名人芸だ。それでは次に陽一君のスパゲティを試食してみるか。この中に二つ折りパスタと特大ナスの秘密がきっと隠されているはず。うん、だったのか。真っ二つにしたパスタも、大きく薄切りにした特大ナスも、全てはこの完成形のためだったのか。なんというスパゲティ。ナスでパスタを巻いてるとは。こんなスパゲティは初めてだ。まさに型破りのスパゲティ。しかし味の方は。そうだ、味が存在ではどうにもならんぞ。うん、これはうまいぞ、素晴らしくうまいぞ。初めてだ、初めての体験だ。このスパゲティは形だけでなく味も素晴らしい。しかもなおかつ食べやすい。フォークで巻きつける苦労もいらず、口の中に入っていく。うまい。全く癖のない味でいくらでも食べられる。これが子供の作った料理とは思えない。ミートソースも最高の味だ。ひき肉の肉汁がたっぷり引き出されて、その上しつこさがない。そしてこのナスだ。ナス独特のほのかな甘みが絶妙なバランスでパスタとソースの調和を保っている。ナスがこれほどまでミートソースに合うとは、素晴らしい、素晴らしい味だ。はるかなる思い出に吸い込まれていくような、なんてふくよかな味だ。もっともっともっと食べたい。そんなバカな。ごちそうになった。素晴らしい味だったよ陽一君。しかしこのとんでもないアイデアは一体どこから。ヒントは晩ご飯のロールキャベツさ。ベーコンに巻かれたロールキャベツを見て、ナスで巻くことを思いついたんだ。そしてね、
スパゲティを2つに割ったのはフォークで巻いて食べるより一口で簡単に食べられる方が楽でいいと思って。なるほど、一見型破りだがそこまで考えた工夫だったとは。それで氷結の方は。その必要はない。わしの乾杯だ。この年になって料理の何たるかを教えられたよ。まったく、なんて子供だ。丸井シェフ、そして全ての料理人たちよ、料理の工夫にもうこれで良いということはない。さらなる努力と工夫がもっともっと素晴らしい料理を生み続けていくのだ。